当たり使用ジョイスティックあるいは当たり規格ジョイスティックとは当たり2600用のジョイスティックと互換性のあるジョイスティックあるいはジョイスティック端子を示す属称である。特に日本では PC-6001 用としてにボタンに拡張され、後に MSX に採用された使用のジョイスティックやジョイスティック端子の意味でしばしば用いられる。端子としては D サブーピンと同一形状のコネクタが用いられる。パソコンやゲーム機側がオス、コントローラ側がメス端子である。コントローラ側の端子は、ネジ止めのためのフランジ部のないスリムな形状が多く、また機器側のコネクタ周辺のケース形状もしばしばこの形状の端子に合わせたものとなっている。そのため、機器によっては、ケースと干渉して、フランジのあるケーブルを接続することができない。 当たり2600用の純正ジョイスティックでは、スティックの上下左右とトリガーボタンのそれぞれが、端子のピン1から4、6とピン8等を短絡するスイッチとなっており、当たり仕様と呼ばれる他の機種用のジョイスティックや、パッドも連射機能等を追加したものでない限り同様のピン配置となっている。一般に、機器側では当たり純正ジョイスティックでは、信号検出ピンのピン1から4、 ピン6を H レベルにプルアップし、コモンピンを L レベルにしている。スティックを倒したりトリガーボタンを押したりして、信号検出ピンとコモンピンが短絡すると、対応する信号検出ピンが L になり、これをもって入力を検出する。あたり2600用のコントローラ端子は、あたり8ビットコンピュータに採用されたほか、部分的に互換性のある端子型企業である。 コモドールのビッグ -1001、ビッグ -20 や、コモドール64、コレコのコレコビージョン、スペクトラビデオの SV-318、328、アムストラッドの CPC にも採用された。16ビットのパソコンであるあたり ST や、コモドールのアミーガにも、同種のコントローラ端子が採用されている。特に、日本では二ボタンの入力が可能となるよう、ピン7を、 入力用に拡張した NEC の PC-6001 の仕様が MSX でも採用されたことから、この仕様に合わせた2ボタンのジョイスティックが広く普及し、このジョイスティックが接続可能な端子が多くのパソコンで採用された。具体的には、富士通の FM-7 シリーズ及び FM タウンズ、シャープの MZ-2500、X68000 及び、 MZ-800、日本電機の PC-8801、ムキーザー及び、後継機種及び PC-9800 シリーズが、該当する。また、MSX 登場前の機種でも、シャープの X1、松下通信工業の JR-200、東芝のパソピア7も MSX 仕様の2、ボタンジョイスティックを使用可能である。なお、 国内パソコン向けジョイスティックの第二トリガーに割り当てられたピン7はあたり2600等海外の機器では電源入力に割り当てられている場合が多い。国内向けのコントローラを海外の機種に接続する場合、第二トリガーを押すと電源入力のショートが発生し、コントローラや機器の故障を引き起こす可能性がある。セガのパソコン s c ナス三千やゲーム機である。 SG-1000、SG M3、マスターシステム、メガドライブ、ジェネシスも、同種のジョイスティック端子を採用している。これらの機種では、追加の入力をピンなのではなくピン級に割り当てている。また、システムズフォーミュレートのバブコム80、ソニーの SMC-777、エプソンの QC-11 も、同種のジョイスティック端子を採用している。なお、 1ボタンのコントローラのみの対応となっている。i-3 から8910との関係、80年代から90年代、初頭のパソコンの音源として、GI 社のプログラマブルサウンド、ジェネレーター音源チップである i-3 から8910や i-3 から8912、 および i-3 から8910上位互換の FM 音源チップであるヤマハの YM2203 や YM2608 が広く採用された。i-3 から8910および FM 音源コントローラーは8ビットの i、オーボートを 2ca1、i-3 から8912では 1ca1、備えており、ジョイスティック端子はこの i、 オーポートを用いて実装されることが多かった。蒸気以外にも、同チップを用いた実装はあるが、それらのハードウェアでは、音源の I、オーポートを介さない実装となっている。タキシ対応ジョイスティック電波新聞社のジョイスティック G-1 Pro は、VCC ピンのない X1 シリーズでも連射機能を使用できる、要乾電池ボックスを内蔵している。 MSX とピン後に VCC が出力されている。多機種では電池を必要としないため、G-1 Pro には、電池仕様のオンオフを切り替えるためのスイッチが設けられている。また、電波新聞社のジョイスティック G-1ST では、第2ボタンのピンアサインの異なる MSX 系と、セガ系の双方に対応できるようになっており、スイッチで両仕様を切り替えられるようになっている。 マウス1980から1990年代にかけて一般的だったボール式マウスはボールに密着する2つのローラと角、ローラの回転数、回転方向を検出するロータリーエンコーダによってマウスの移動方向を検出している。アミーガやアタリー ST ではこのロータリーエンコーダの出力をピン1から4に出力している。マウスの移動量及び方向を検出するためには PC 側でマウスの分解の及び移動速度に対して十分に短い間隔でピン1から4のポーリングを行う必要がある。これに対して MSX マウスではロータリーエンコーダの出力からマウスの移動量を移動方向を演算する処理をマウス内で行っているため PC 側での負担が少なくなる一方アミーガやあたり ST 用のマウスと比べてマウスの価格は 高価なものとなっていた。また、左右ボタンを押しながら通電すると、ジョイスティックモードとなり、マウスの移動方向によりピン1から4に、方向信号が出力される。富士通の FM77AV20-40 の登場時には、MSX 仕様のマウスが、ジョイスティックポートに接続する純正オプションの、インテリジェントマウスとして用意された。 それまでは専用のインターフェースカードを介して接続するタイプのマウスが用意されていた。FM タウンズシリーズでも MSX 仕様のマウスが標準のマウスとして採用されている。なお、その他にもキーボード経由で接続する FMR シリーズ用マウスも使える。コモドール64よび128用のマウスはマウスの移動方向のみを検出するジョイスティックモードに対応したものと、 マウスの位置をアナログ値として検出するプロポーショナルモードに対応したものがある。コモドール純正品では1350マウスがジョイスティックモード対応マウスであり、1351マウスがプロポーショナルモード対応マウスである。プロポーショナルモードにおいてはマウスが自身の XY 座標値それぞれを64で割った乗を512マイクロ秒ごとに6ビットの アナログ値として出力する。パソコン側では、周期的にジョイスティックのピンを9の値を検出し、それを前回検出時の値と比較することで、マウスの移動方向及び移動量を検出する。なお、1351マウスは、右ボタンを押しながら通電することで、ジョイスティックモードとなる。ありがとうございます。